旅人、今の聞いたか？召使いとリネたちが決闘するって。どうすればいいんだ。もし負けたら、あいつら処刑されちゃうぞ。って、何考え込んでんだよ。クリーブに、ちゃんとお別れを告げたくないの？フンヌは衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。召使いがわざと負けてくれたらいいけど、あの表情からして手加減するつもりはさらさらないみたいだぞ。普通お客さんがいるときに家庭内のトラブルが暴走することはなかなかない。必要なとき、君たちが最も適切だと思う選択を持って、ハウス・オブ・ハースを一度だけ助けるという。どうしたんだ？おい、どこ行くんだよ。旅人、許可しよう。ちょうどここを決闘場にすれば良さそうだ。君たちに望むのはただ一点、武器をしっかりと握り全力で戦うことだ。油断すれば命を落とすことになるぞ。すなわち永遠なり。私と打ち合う。少しはまともに動きをよく見て。見切りました。さあ、助けが必要な方がいるはずです。破滅の時なら。カウントダウン開始だ。言わないのかな。大丈夫、気をつけます。はっ。漠然と逃げ惑う、囚われおののく獣の群れのようだ。かかれ、裁きの雷。はびこれ。回って。私と打ち合う。身を寄せられる蜘蛛の糸はどこにもない。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。今だ。君のもがく様を見せてくれ。どの目が出るかしら。ここより弱滅の時。漠然と逃げ惑う、ここよ。囚われおのず獣の群れのようだ。やった。
すべてを始まりにしてみるか。次は誰だ。一箇所に固まらない方がいい。知っています。頼んだ。ごめんなさい、お父様。己の力のなさを謝るのか。抜け出したのか。予想よりも少し強いような。赤黒い月。体が動かない。だが私にはまだ勝てない。ここまでだ。せっかく客人が来ているのだし、あまり醜いところは晒したくない。お兄ちゃん、大丈夫？リネ。約束通り、決闘の勝者である私の言うことを聞いてもらう。さあ、処刑を続けよう。お願い。こんな形でお別れすることになるなんて。ただ、リネたちが決闘で見せてくれた力と決意を鑑み、別の方法で君たちを殺してもいい。アイロアール、預けていた兵中の炎はまだ持っているか？はい。何に使われるかわかりませんが、ずっと大切に保管していました。後ほど、彼らに飲ませろ。飲ませ。兵中の炎？ああ。ある極秘実験の産物で、特殊な条件下で私の体から剥ぎ取って保存した炎だ。飲み込んだ後、灼熱の痛みが神経の隅々にまで広がる。その後、君たちの体はそのままに記憶だけが焼き尽くされる。その激痛に耐えられれば、再び目覚めた時、君たちはハウス・オブ・ハースに関する全ての記憶をなくしているだろう。そして言い換えれば、私はハウス・オブ・ハースで育った君たちを殺し、新しい身分を与えるというわけだ。人の記憶は実に不思議なものだよ。その一部が失われることによって、
自己認識も変わってしまうのだから。お父様、私たちを許してくださるのでしょうか。誰一人見逃すつもりはない。記憶は極めて重要な媒体だ。今私の目の前にいるフィリオールは劣化に焼かれ、秘密を抱えたまま死ぬ。そして生き残るのは赤の他人だ。それでも、それでも、もう怯えながら生きるのは嫌です。期待を裏切ってしまい申し訳ありません、お父様。でも私、もうこれ以上。もう泣くな、フィリオール。まだ家にいる限り家のルールは守ってもらう。憤怒は衝動を引き起こし、感傷はためらいを生む。感情に心を左右されるな。はい。涙を拭いて君たちが望む人生を追いかけるといい。はいはいはい。シャプロ、フォルツ、アイロワル、彼らをポアソン町まで連れて行ってくれ。リネたちもな。兵中の炎は3つ余分に用意した。あとは君たちの選択次第だ。みな達者で。次に会った時、私はもう君たちのお父様ではなくなる。これまで家のために貢献してくれたこと感謝する。お父様。みんな行こう。リネ兄ちゃん、俺の肩につかまって。ありがとう。クリーブ。